どうも JB です。本日もプロスペースやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、いろいろと更新来ております。5300万ダウンロード記念福袋開催中となっております。1人4回までというような形となっておりまして、購入10連目が150エナジーで回せる、で20連目が200エナジーで回せて S ランク選手1人確定で、30連目が S ランク確率2倍で、40連目が S ランクの自チーム選手1人確定というような福袋の内容になっております。ただね、これ無課金美課金の方は引かなくてもいいのかなと思われます。個人的にもこの福袋は回さないかなと思っておりますね。で、次のね、多分更新が、TS 第2弾来ると思われますので、まあ、その選手の内容、登場選手次第でランキング走ろうかなと思ってる方もいると思いますので、ここはねエナジー貯めておいた方がいいんじゃないでしょうか。で、通常 S ランクサードの選手登場しました。サードということで、かなり各球団この前のエースと同じような形で重要な選手いますので、また別の動画でこのサードの12選手見ていこうかなと思っております。で、通常 S ランク追加となりましたので、ガチャとしましてドラフトスカウト来てるような形です。まあ、1位が出たら S ランクの自チームの新選手が確定というような形なんですが、めちゃくちゃエナジーがかかるガチャとなっておりますので、まあ、ドラフト引くぐらいだったら福袋を引いた方がいいんじゃないのかなと思われます。で、ドラフトスカウト来てるということで、小森ドラフトも来てるような形です。まあ、小森もね、無課金美課金の方は引く必要はないところかなと思われます。で、イベントプロスピ妖怪道来ております。本日の動画はこのプロスピ妖怪道についてお話ししていこうかなと思っております。周回イベントそろそろちゃんと来てほしいかなと思ってますね。基本累計報酬すべて獲得し終わったらもう回ることのないイベントばっか来てるので、ちょっとね面白くないかなと思ってます。で、こちらちょっとこの前長志くんからの X のポストであったプロ野球選手プロスピエース勝敗予想の、生放送動画が、5月19日の18時から配信されるというようなことで、3週連続でですね、3週連続で配信が決まったということで、4球団ずつ配信されるというような形です。で、このプロ野球選手が対決する動画に合わせてエキサイティングガチャの無料契約書がもらえるかもしれないというような形で、ちょっとねこのお知らせが出た時に、今までのエキサイティングに対する無料報酬より渋くなってるんじゃないのかみたいなことがあったんです。ちょっとねこれは動画見てみないとどういった内容かがちょっとわからないので、まあ、この動画見てみた上でまた動画としては上げていこうかなと思っております。といったような更新が来ておりましたので、本日はイベントプロスピ妖怪道についてお話ししていこうかなと思っております。それでは行きましょう。はい、こちらプロスピ妖怪道の画面となっておりまして、少しやってはいるんですが、このイベント試合を行って自分のバットの能力を上げていき、最終的に妖怪を倒していくといったようなイベントとなっております。で、報酬につきましては、累計浄化ポイント、こちらを集めていってそれに応じた報酬がゲットできるような形となっております。マックス22万ポイントで S ランク契約書獲得できますので、22万ポイントは確実にクリアするようにしましょう。で、さらに妖怪の撃退数に応じても報酬があるような形ですので、最低限9体まで S ランク特訓コーチがもらえるまでは、妖怪倒し続けるようにしてください。それ以降はね、倒しても500ストック経験値にしかならないので、妖怪9体倒すのと、累計ポイントが22万までいけば、それ以上やる必要はないのかなといったようなイベントとなっております。で、このイベント進めていくにあたって、いろんなルートを通ってバットの能力を上げていくんですが、一番はね、こちら、この余ダメージアップを絶対なるべく多く踏むようにしてください。まあ、2回踏めるのであれば絶対2回踏んでください。1回しか踏めないのであれば1回踏むだけでいいんですが、複数回踏めるのであれば最大値踏むようにしてください。その次にはね、妖怪を倒すために弾道とか上げていきたいような形です。といったような形で、ちょっとバットの能力を上げるために試合をやっていきましょう。で、このイベントなんですが、もうこちらもね、無課金美課金でエナジーをあまり使いたくないっていう方は自走査を行うようにしてください。おい、 OK。 このね、活躍ゲージを貯めていって、まあ、500かな、500活躍ポイント獲得して、しちゃえば、今回このバットの能力上がり幅が倍変わってきますので、無課金美課金の方でエナジーを使いたくないという方は、しっかり活躍ゲージ自走査を行って活躍ゲージ貯めましょう。
で正直700まで、イベントを進めるにあたってやる必要はないんですが、700まで行くと、累計浄化ポイントももらえますので、少しでもね、ほんの少しでも貯めたい方っていうのは、700までやるようにしましょうといった形で、今回これで弾道が2段階上がるような形ですね。自操作を行わなければグラウンダーが低弾道にしかならなかったんですが、まあ、今回自操作を行って活躍ゲージマックスまで貯めたので2段階上がった、グラウンダーからラインドライブまで上がったような形です。でそれをこれもね、余ダメージアップは必ず自操作を行ってください。で試合を行ってボスの妖怪まで、5試合行ってボスに挑戦するような形です。ボスの詳細はこの横から見ることができて、相手の球種も見ることができますと。でその上でボス戦に挑みましょう。さあボスはね、この HP2000 削っちゃえばもう倒したっていうような判定になりますと。でこれはどんな全然打ちやすいやつを狙い撃てば OK なんで、ファールだろうがアウトになろうが問題ないですね。なのでタンダとかがね一番良くない、本当に自分が打ちやすい球を見極める。で長打を打てば打つほどポイントが上がっていくので、この妖怪ボスのボスに対して与えるダメージが増えてくるような形です。ですのでボス戦、ボスの妖怪と戦うときは、どんだけ、ストライク見逃してもいいので、自分が打ちやすい、長打になりやすい、長打を打てる球を見極めて打つようにしてください。でさっきの余ダメージアップを獲得したことによって、こうやってボスの妖怪に与えるダメージが増えますので、踏めるところは必ず余ダメージアップを踏むようにしてください。でボスを倒す、もしくはそのボス戦が終わったら新たに、新しく試合を行っていくような形です。ここをねちょっと意識しながら、まずは余ダメージアップしっかり踏むこと、その次には弾道を上げて長打を打ちやすい、バットの能力に仕上げていく、こちらを意識しながら進めていただきますと簡単に攻略できますので、ぜひともやってみて、S ランク契約書獲得してください。はい、ということで本日は新しく来たイベント、プロスピ妖怪道についてお話ししてきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。